皆さん、こんにちは。長野学習センターでデータサイエンス入門を担当する平井と申します。専門は教育工学と情報工学です。皆さんは、ソサエティ5.0という言葉を聞いたことがあるでしょうか？これは、皆さんがいる現実空間と、コンピューターやネットワーク上に構築された仮想的な空間を合わせた社会のことを指します。その社会で扱われるビッグデータを利活用するためのデータサイエンスがますます重要になってきました。この授業では、数理、データサイエンス、AI、教育強化拠点コンソーシアムが定めたモデルカリキュラムに従って、すべての大学、高専生を対象にした、リテラシーレベルの素養を身につけるための学習を行います。授業では、モデルカリキュラムにおける導入、基礎、心得の内容を網羅的に扱い、データサイエンスの重要性を概観します。網羅的に扱うため、知識の習得が中心となりますが、グループワークなどの演習を通じて、その習得を確実にできるように工夫していきたいと思います。皆さんの受講をお待ちしております。